はい、どうも、はじめまして、エゾシカ 100% です。さあ、始まりました。これがメガネにないと家に帰るのが困難くん4ということで、今回はね、冒頭でもお伝えしたようにインドが舞台らしいんですね。困難くん、これね、ゲームのシステム知らない人のために一応説明しますと、クリックするゲームでして、まあ推理じゃないですけれども、もう取るからね、押すというところまでを私が押していくことによっていろんなエンディングが見られるというマルチエンディングの実写ゲームでございますですね。じゃあ最初にまずは何を押していくか。まあどうするって言われてもね、メガネがここにあるからメガネを探せってこと言ってるでしょ。じゃあもうメガネを取るじゃないの。取る、どれ、これメガネ、メガネを取ってほしいんですけど、そんな演出せんでええけど。こんなくん、こんなくん、どうした、小学校中退した。どうするじゃないの。どうするじゃないんだよな、気になって仕方ないな。これがすごい気になるんだよな俺。いやー、じゃあちょっとよくわかんないけど、やっぱこういうのはほんまガチで攻略しにかかるとしたら、これ3ターンか4ターンで失敗するとゲームオーバーってことになっちゃうんだよね。だからちょっとね、普通の考えじゃないんだよ。なんか取るとかじゃないし、ちょっと意外なとこつかなきゃならない。まずは考えてみるとか、どうやって取れるか、まずはこのメガネをどうやって取れるか考えてみるっていうのはどうやろう。こんなんこん、考えろ、何をしてるんだね、考えるんだ。そこまで必死に考えろとは言うてへんけど、ね、ほん、溶けへんかったん、溶けへんかったんか、コナン君。いや違うか。でもね、なんかこの収録の背景がすごい見えちゃうなってのは、ここにね、これね、バッグが置いてあるんだな。これこういうのは置いちゃいけないんじゃないかなと思うんだけどね。多分収録機材が入ってるんじゃないかな。ここにね、水が出たりしちゃってんだな。これはちょっと失敗したのかなと思うんだけども、乗るとかだね。乗る。これメガネ、メガネ以外に押せるとこないでしょ。メガネを乗る、メガネに。どう、それで。それで気づくんちゃう、足元にあるってことに気づくんちゃうかな。なんでやねん。レイ。すごいよね。これをパッて見たと見てごらん。こんなんくんと関係ないからね。いでたち一個も真似る気ないやろ。それがすごいね。いやーこれ難しいなー。じゃあもうむちゃくちゃなやついこうか。むちゃくちゃなやつはもう群れるちゃう、群れてみるとか、どう。鳩のやつがなんか実はヒントやったとか、そういうなんかあるんちゃう。さっき見たて、その使い回しさっき見たわ、こんなんか。分からへんもん。じゃあもうそんなむちゃくちゃ言われたら困るな。見る、見る、まず見つけ、まず見つける、メガネをまず見つけるってことが大事なんじゃない、確認の意味で。いや見たて、だからそれはもう俺見てん、その右足でこう向こう側へ行くの見てん、めっちゃ。あー、こんなんか時間切れだ、時間切れ。久しぶりにそこ見た。それ、そうやって使うとこやってほんまに。なあ、こんなんくん、うん、これ プールか。いや右の方なんかあんの。めっちゃ天気悪ないっていうか、もうちょっと風入りすぎでした。そのロケ日1日ちゃうやろ、何日かに分けて取れよ。体が硬くて取れない、取れないってどういうこと。あ、何その、こう前屈がで取れないってこと言ってんの、分からん、いつの話してんの。ほんでもうええてこれは。さあ、じゃあここからやね。延々とこれ繰り返しますからね、僕は今から。でもね、これ何回か同じことをするっていうこともあんのよ。要するに取るを何回も連続して取るって。あっ、それあるんじゃないか。今こう取るってやったやんか、取るってやって前屈して取れませんでした。だからこう何回も何回も前屈することによって柔らかくなるとか、そういうのあるんちゃうか。その発想はなんか、そうか、だから体が硬いとか言うてたんか最初に。よっしゃ、こっからや。でもう一回これ取るって言ったら違う行動を起こしたりだと、それすると思うねんけど、どうやろう。どう、こんなんくん、一緒や。一緒。真似するってね、真似してみるとか、どう。この何の真似、何の真似ができんの逆に、こんなんくん。ほら、いや違う違う、なんでじゃあ俺クリックしたん。こんなんくん、クリックさせんなよ。じゃあもう何の真似してんの。飲むわ、飲むで、どう、飲む、飲み込むってこと。そう、でも取れへんから飲み込めへんしな。もうええわ、そのニューバランスばっか見てんの俺。何これ、マフィアじゃん。こんなん
こインドの石原軍団か。わからんな。じゃあ落ちるわ。落ちる落ちるっていうのはどうなんだろう。なんかちょっと縁起でもないけどな、こんなんこう年始にはさ。何これ。おいおいおいお前、地獄絵図やんけ。すごい地獄絵図やぞお前。あ、すごいなこれ。あ、地獄に落ちてんの今これ、こんなんくん。すごいな小峠、ようわかんな。ほんま良き理解者やな彼。いやわからんな。俺どれやってないんやろ他。モデル、マネする、マネするやったよな。ノールやったかな。ノールやってないから、試す、試すは、試すって俺 やってたくない。試す。もう何おかしく言ってんのかな。何押すのかな。一体何押すのか、そこが大事よ。うん、ビネが押す。そういう意味。押して押すね。じゃあそれを飲むってどう。押す、あ、それいいじゃん。押すを、押すない、ここに押す、え、押すっていう、これをこれになるの。お酢を飲むってことで、こう体の、じゃ、な、ほら、来た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 、ホワイトビネーが来た。はい、こんにちは、こんなんです、今日はインドのデリーのスーパーで買ってきたドリンクなんですけど、めちっちゃすぎひん、お前どんな味がするのかを飲んでみたいと思います。メガネ外したからかな。なくて、え、なんて、なんだかわからないんですが、かわいい、ちょっと小峠黙ってて、悪いけど、うん、はい、画像はこんな感じです。はい、わかりました。お、早速飲んでみようと思います。はい、あ、楽しみだね。硬いですね。来ました。なんと蓋の一番上までピタピタに、入っています。ピタピタに入っています。匂いはフレンチドレッシングみたいな匂いがします。もう2ミリリットルぐらいの余裕しかなかったな今。おお、すごいね。お、どうどう本田くん。お酢でした。うん、一番失敗の答えそれ。さよなら。一番失敗の答えやわ。いやでもその酢を飲んだことで体が柔らかくなって、これ取るとかでどう。ちょっと体の柔らなんかよく言うやん酢を飲むと。ほらなんかほらちゃうやん、ちょっと柔らかい。ほら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 、もう取った。あ、はい、ありがとうございます。渋谷なんや。渋谷なんかにいねえな、この人ら。信じられへん。奈良の方がお似合いやと思うねんけどな。